おはようございます。今5時過ぎです。音聞こえますかね。雨です。最悪、雨かよ。結局星も見えず、日の出も見れず、雨。雨の中のテント撤収は考えてなかったな。さあ、なんとかテントも撤収したので、昨日行けばよかったけど、つばくろ岳ザックをね、変山荘にデポして、よいしょ、つばくろ岳ピークだけ踏もうと思います。さあ、1キロぐらいらしいのでちょっと行ってきます。真っ白で何にも見えない。あれなんだろう、ライチョウではないね、残念ながら。なんかライチョウは天気が悪い日の方が現れやすいとかって聞いたことありますけど、見ないかな。もし見られたら万々歳。なんか動物が歩いた足跡だ。結構大きそうだけど、なんだろう。あー、すごい。花崗岩の山って感じ。北アルプスの女王です。真っ白ですね。時々ね。あ、ちらっと見えます？その時間ですけど。着きました。あ、本当ですね。ちらっと。たまらんですね、この景色。ちなみに円山荘から上、つばくろ岳は、このね、砂とかを崩さないためにもポールは使用禁止っていうことになってるみたいです。まあ禁止というか、極力控えてくださいという書き方でしたけど、なので極力控えましょう。よし、じゃあ8時半準備をできたので、これから降りていきまーす。じゃあね、合戦小屋までは30分ぐらいらしいので、パパッと降りて合戦小屋あたりでコーヒーでも入れようかな。ちょっと小腹も空いたし、またなんかまたスイカ食べてもいいかなと思います。よし、じゃあ出発。いい、世話になりました。ちょっとまた霧雨降ってきたけど、気持ちいい。冷たくて気持ちいいです。だ、ちょっとカメラだけがね、不安でタオルかぶせてるけど。いい、8時7分合戦小屋到着。さあ、一休憩しようかな。どうしよう、スイカまた食べちゃおうかな。
はい、到着。さあ10時10分ちょっと1時間ゆっくりしちゃいました。雨宿りがてら、これから 2.5 時間、本当そんなかかるかな、見ていきます。結構ね、樹林帯の中は雨ポツポツです。10時半富士見ベンチ、今日も何も見えません。はい、11時第3ベンチ、出発です。どうかな、12時に降りられるかな。お腹も空いてきました。よし、だね、行きと同じように登ってくる人とのすれ違いがね結構大変なので、まあ気をつけております。いい、11時20分第2ベンチ到着。あと 1.7 キロ、汗がすごい。ちょっと休みます。結構ね、雨がガンガン降ってきたけど、もう服は汗でびしょびしょなので、暑いだけなのでレインコートは着ません。暑い。さあ、ラストスパート、あと40分かないぐらいかな。温泉が楽しみすぎる。もう汗だく。残り1キロ15分20分とかな。結構雨ガンガン降ってきました。はあ、最後ね、ちょっとだけ登り返しかな。大したことないけど。気をつけておりまーす。はい、12時15分。中房温泉の建物と硫黄の匂いがしてきました。もうちょいだ。ああ、もう温泉本当に楽しみすぎる。この間のチャコちゃんじゃないけど、ぎっちょぎっちょや、頭ぎっちょんぎっちょんや。はい、お疲れ様でした。12時半。ちょっとね、あそこの登山口は人が多そうなので、ここでということで、ちょっとね、久々のソロ登山、かつちょっと人がすごく多いのと、天気が悪かったのでね、全然まともに動画が撮れてないんですけど、まあとりあえず久々に、テント泊2年ぶり、そうですね、約2年ぶり天泊登山できました。アルプスの女王、かっこよかったです。きつかったけどね、楽しめました。ということで、この後温泉入って気をつけて帰ります。じゃあね、また次の動画で会いましょう。ではだ、バイバイ。ちょっと今あそこにソフトクリームのマーク見えたんで、ソフトクリーム久々に食べます。こんにちは、すみません、ソフトクリームをいただきたいんですけど、はい、おいくらですか。おいくらですか。500円。はい、はい、ありがとうございます。気をつけてください。あ、はい、ありがとうございます。すごいの来た。イエイ。うまっ。めちゃくちゃうまい。
上泊まられたんですか。上で、はい、山荘テントで泊まられました、ね、あ、向こうもテントで。そうなんですね。なんか昨日の方がお天気良かったですね。なんか今日もでも天空は A でしたよね。ね、そうですよね。なんか今日の方がいいのかな。はい、そう思ったんですけど朝雨の音で目が覚めて、嘘でしょと思って昨日行けばよかった。昨日、明日の方が、今日の方が晴れるかなと思って今日にしたら真っ白でした。そうですよね。なんか夕方あんまりなんか、あ、そう、天気が良かったから、うんうん、じゃあ今行っちゃうかって言って。そう迷ったんですけど、もう靴履きたくなくてサンダルでいるかよで行ったんですけど、ちょっとやめとこうかなと思ってやめちゃいました。ウィーテンに走ったら怒られた。走る元気あったの、うん、すごいね。飛び込みたい。気持ちよさそう。また帰ってしまいました。元気出よ。頑張っていって。焼き丼にしました。そう、お疲れ様でした。さあさあ、さっぱりしたし、お腹もいっぱいになったし、あ、あとね、ちょっと鶴屋寄って帰ります。この間の大阪組に鶴屋のあのレモンを買ってきてくれと頼まれてるので鶴屋行きます。やってきました、鶴屋。ここのドライレモンを買ってきます。あれ、これあった、ギリレモン。日本のオレンジも美味しいって言ってた。本当だよね、完全に鳩サブレだよね。